はい、こんにちは。重工房のフラシーです。今日は新しいものが届いたのでご覧に入れましょう。何かな、プッと。はい、ということで今日届いたのはこちら。今回はですね、ロータス企画さんのご提供でバッグという商品が届きました。これ何かというとね、これちょっとすごいもんなんですよ。キャンプ用のスコップっていうか、もうシャベルっていうのがショベルだね。キャンプ用のショベルのご紹介です。ただのショベルじゃないのでご覧いただければと思います。このバッグっていうのはいろんなショベルを作ってるメーカーでもあるんですけども、今日はですね、キャンプで使えそうな、多機能のショベルのご紹介です。じゃあ行ってみよう、レッツゴー。確かに昔はキャンプっていうとそのショベルを使ったものですね。あのテントの周りに溝を掘ったりとかしたけども、今はしなくなったね。あのね、あんまりあのボーイスカウトではやったけど、今やってんのかな、まあ、あんまりやらなくなりましたね。はい、で今日はですね、このバークっていうところのショベルなんですけども、ちょっとねかっこいいんですよね。とにかくあの多機能、いろんな機能があるということで、結構男ってこういうの弱いね。いろんな機能があるということですね。ちょっと中を開けてみましょう。じゃんということで、最初に出てきたのがですね、ショベル本体よりも先にこのフラッシュライトですね。フラッシュライト、あ、これ懐中電灯、懐中電灯ですね。はい、懐中電灯が出てきました。これ一回つけると普通強点滅、こっちはただの点滅ですね。でもう一回押すと SOS の点滅。はい、でこれがね、実はここにディフューザーっていうかな、こういうのがあって、ここにこうつけてやるんですね。先っぽにこのディフューザーつけてやると、まあ、これがランタンみたいな形になるよということですね。でしかもこれってこう、この後ろに磁石がついてて、例えば車のつけようと思ったらこうつくんですね。なので、まあ、例えばボンネットの裏側だったらエンジンの中を整備する時に使えたりとか、まあ、キャンプ時だったらこんな風にランタン代わりにね使ったりとかいうこともできますよね。はい、でこのディフューザーっていうのは白もあるし、赤色ディフューザーっていうのもあります。ディフューザーっていうのかな、こんな形でね、こう車のここにつけておけば後ろから車が来た時に、ね、追突防止になるというようなものですよね。はい、こんな形でちょっと後ろ側から見にくいけど、こんな形で点滅をするということですね。はい、それと、もうちょっと詳しく説明すると、ちょっと一旦ライト切りますね。これ実はね、これ開けてやるとここにバッテリーがついてるでしょ。当然バッテリーあるんだけど、ここにね USB の A があるんですよ。ってことはここから充電できるんですよね。スマホとかは充電ができたりとかする、要は充電用のバッテリーとしても使えるということですね。はい、そういうものになってます。はい、そしてまだまだいきますよ。これもう機能豊富だからさ、これこちらですね。こちらはね何かというと、この先っぽに、ね、この溝、穴が開いてますけど、はい、この穴を利用してですね、とこの中にあるこういうのがあります。これはドライバーですね。ドライバーのチップっていうかな、ティップっていうのがドライバーの部品ですね。はい、これでプラスドライバーとマイナスドライバー使い分けることができます。これね、あとよく考えてあるのが、磁石がこれ中に内蔵されてるみたいで、こうある程度入れるとこうピタッとひっついてくれるんですよ。こうやってこういうふうにね磁石でひっついてくれるので、ポロッと落ちたりしないから、これなかなかよく考えてありますよ、細かいところがね。ということですね。これがプラスマイナスのドライバーのキットがついているということですね。で、付属のケーブルですね。これ USB のケーブル、USB-A からマイクロ USB に変換する、はい、変換ケーブルが1本ついています。まあ、これ充電用のケーブルでもありますけどね。そして、こちらはね、こういうところにつける、まあ、ウレタンのグリップカバーっていうのかな、手がこうギザギザで痛いから、まあ、こういうふうにカバーをしたりとかする、握りやすくするためのものでしょうね。はい、まあ、これが2つ一応ついています。ウレタンのグリップカバーっていうのかな、カバーが2つついていると。ここはもうこれだけですね。はい、じゃあ次の中のちょっとメインの方を開けてみましょう。メインの方は楽しみだね。ちょっといまいちなのはさ、これファスナーが、こちらは両開きのファスナーなんだけど、こっちは片開きなんだよな。
こっちも両開きにしてもらうとちょっと使いやすかったかな、贅沢かな。はい、じゃあちょっと開けてみますね。本体の方っていうか本体ショベルの方ですね。はい、まずこういうショベルが出てきます。これがやっぱこちらにもバークっていうふうにロゴが入っていますね。はい、そしてこれは何かな、これは何かな、はい、ということで3本、はい、中はこれだけということで、まずちょっとこのショベル本体からいきましょうか。はい、ショベル本体はねこんな風になってます。ここの何ゴムのところっていうかグリップっていうか、これをねうまく後ろに下げてやると、グッと下げてやるとこれが動くようになってます。これを下げてやるとこういう風に閉じるんですね、逆に言うとね。はい、こういうことですね。で、この直角っていうのかな、まあ88度ぐらいかなと、こちらですね、この180度の向き、こんな風に角度が2箇所変えることができます。ちょっと開けてみますね。これ見てください、かっこいい。これバークって書いてあるけど、これがですねいろいろ機能があるんですよ。ここにねちょっと分かりにくいんですけど、まずメモリ10センチの物差しになってますね。物差しになってて、ここがノコギリになってますね。なので木を切るとかいうこともね、はい、まああんまり太いのは大変だと思う。せいぜいこんな小さなノコギリなんで、まあ本当にちょっと補助的にノコギリできるぐらいの、ちょっと大変だな。これが短すぎるよね。なんでこういう、こう材料よりもこう生木を切ったりとかする方が枝打ちとかそういうのに使いやすいかもしれないですね。こちら側のノコギリで、反対側はねこれ斧になってるみたいですね。斧、ナタっていうのかな。でここはスコップですよね。ちょっと斧の方やってみましょうか。斧こういう風にやって、ここで、あ、いくなこれ、あ、すごいねこれ。はい、こんな感じで簡単に割れますね。これ結構割れますよ。ちょっと怖いな、割れすぎて怖いけど、私の持ってる斧と同じぐらい割れる感じですね。はい、そしてここがね針金カッターになってるらしいですよ。ワイヤーカッター、この溝、このここにねこう針金を通してやって、こうやってねこれをカットしてやりますね。よいしょ、はい、こんな感じで切れました。ちょっと分かりにくいけどね、こう入れて、いいよ、はい、こういう感じですね。もう一回やってみましょう。せいぜいね3ミリぐらいの、3ミリか 2.5 ミリぐらいのワイヤーですよ、針金ですね。はい、こんな感じでカットすることができます。はい、ということでスコープ自体にですね、まあ、そういうノコギリとか斧が切れましたね、意外とね。斧の機能、それからここにワイヤーカッターの機能ということで、スコープの機能はまた後でお見せしますね。もう2つをねご紹介しますね。1つ目はこちらは、それこそノコギリですよ。ノコギリ、ここノコギリと裏側がナイフになってます。フェザーをねやるとかね、まあこんな形で、まあ、普通のナイフですよ。ただねやっぱりこう刃渡りは短いので、せいぜい7センチぐらいの刃渡りですね。はい、そしてこちら側はノコギリだけど、ちょっとどれぐらいの切れ味かな。まあ、ノコギリはなかなか難しいよね、この大きさのノコギリって。あ、それでもねこれは切りやすい。これはさっきのスコップのノコギリよりも相当切りやすいですね。切りやすいノコギリ、専用のノコギリに比べればやっぱ使い勝手は悪いけど、まあ緊急用というか、まあちょっと1本や2本切るぐらいだったら全然問題なく使えそうですね。はい、このナイフの方もどうでしょうか。これだったら、ね、バトニングぐらいやれる感じですよ。ね、できそうですね。かな、こんな感じでねバトニングはできます。
はい、あ、そうか、ここにももう一つあった、栓抜き、はい、栓抜きとして使えると。はい、そして、この裏側、このお尻側っていうのかな、グリップのエンド側にこれがこう外れるようになってて、はい、これを出すと、まあ、ご覧の通りファイヤースターターですね、ファイヤースターターになってます。まあ、こういうところでここで火がつくので火起こしですね、火起こし用のファイヤースターターとしても使えますよね。そしてね、実はこれ、このファイヤースターターのこれをね、ちょっとこう外してやると、この裏側、この裏側ホイッスルになってるんですよ、緊急用のホイッスル、こんな感じの音が鳴ります。これはね、非常事態に本当に、これ近所迷惑になるから、ここ誰もいないからいいけど、こんな感じの笛になってます。これもサバイバル用で使えそうだね。これはグリップの部分ですね。これにはシリコンカバーがこうついてるので、まあ、これは常につけておくならな、危ないから、こんな感じでね、シリコンカバーをつけるような感じになってますね。はい、そして、もう一つですね、もう一つの部品、パーツっていうかパートですね。これはね、どうやらその氷を砕いたり、雪の塊を砕いたりするような、まあ、アイスピックっていうのかな、雪中キャンプなんかで氷や雪を砕いたりとか、そういう時に使うのかな。まあ、一応これ外れるようになってますね。だからひょっとすると別のパーツをこう交換したりとかいうこともできるのかもしれないですね。今ご紹介したものをね、全部組み合わせていくと、こんな風に組むでしょ。そして、スコップに、とつないでやると、まあこれ長いスコップになりましたね。はい、こういう長いスコップが出来上がりました。もちろんこれまだ他にもあるから長くしてもいいと思いますよ。長くしてもいいけど、あんまりする必要ないよね。はい、必要があればこういう風にまだまだ延長、先ほどのドライバーのパーツと懐中電灯とのパーツ、これ懐中電灯を長くできますよね。これをまたここにつけてやればさらに長くなるけど、スコップとしてはまあこれぐらい3つつければ十分じゃないでしょうか。ちょっとスコップ掘ってみよっか。よっ、 あこれはやっぱり踏みやすい、すごく踏みやすいですね、これね、こういう風に。ああ、なるほどね。はい、こんな風にね。それとこれは当然、これ90度に、さっき言った90度にすることによって、これクワみたいに、あ、クワの時はね、もう少し長い方がいい、ちょっと長くしましょう。クワにしたい時はさらにここ延長してやって、はい、これぐらいの長さ、ちょっとパンで引くとこれぐらいですよ、これぐらいの長さのクワ。これだったらこうやって、これすごい仕事しやすいですね。これちょうど長さがいいですね。はい、まあ畑耕したりとかそんなことやるのかどうか分かんないけど、はい、まあこれ自衛隊のキャンプでやりそうな訓練だね。はい、それとね、もう一つ、はい、先ほどですね、少しご紹介しましたけども、ね、ライトの信号機として使うっていうね、例えば道路上とか立つことができるんですね、これショベルの部分を使って。そうすると後続車に危険を知らせる時にこういう風に使ったりとか、重しをこうやって乗せておいた方が、まあ間違いないですよね。まあ、こんな風に後続車に知らせることもできるので、これは便利ですよね。これはあの車の中に1個入れておくと楽かもしれない。あのキャンプやる人は、まあ本当に何が起こるかわからないし、大体ね、私みたいなおっちょこちょいはいろんな忘れ物するんだけど、これさえあればとりあえずなんとかなるみたいなね、感じかもしれないですね。まあ、焚き火やるのにも、まあ、薪が手に入らない時なんかは、まあ、こういう現場で木をね、枯れ木を調達したりとかする時にも役に立つし、まあ、あのそれこそ土を掘るシーンはないかもしれないけども、まあ、災害時なんかはこういうものがあれば非常に役に立つんじゃないでしょうか。なんで、あの家に置いておくっていうよりも車に入れておいた方がいい感じ、車に入れておくと役に立つ、まあ、あの心強い感じ、かなりこう頑丈だし作りがねしっかりしてます。そうだね、まあ、いろんな機能があるっていうのはどれもこう中途半端になったりすることがあるけど、
これはあのどれもこれもね割とちゃんと機能として使える。ただねちょっと難点を言うとね、このノコギリはねこのスコップ側のノコギリ、ナイフ側のノコギリは割とまっすぐなんで切りやすかったけど、このこっちのスコップ側のノコギリはねちょっと私には使いにくかった、この厚さがあるからかな、ちょっと使いにくかったなっていう。長いものとか上高いところのこう切る枝打ちみたいな、そういう時にはこの長いのが役に立ちますよね、はい、そんな使い道かもしれないですね、はい、ということで、まあ、臨機応変に使い分けていただければというふうに思いました。今日はあのロータス企画さんのご提供で新しく発売される多機能アウトドアショベルっていうのかなをご紹介させていただきました。よろしければ概要欄からチェックしてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんに役に立つそうな、ね、キャンプ用品のご紹介をしていきますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。岩さん、さよら。まだ機能がありそうなんだよなこれ。さよら。